3月10日水曜日、おはようございます。モターステープ株式会社代表取締役のモターシです。今日は、僕らのテープを追っているこのニードル食器の音の違いについて、聞き比べをしてみたいと思います。この機械の音というのは、厚くて幅の広い、テープを折るパワーのある機械の音と、薄くて高速で動く機械の音だと全然音が違います。でこの機械の音っていうのがとても大事な、ことで、この音がなんかいつもと違うなというと、大体機械のどこかが壊れています。なので、職人さんにとってはこの機械の音を知るっていうのはとても大事なことっていうことで、今日は機械によってどのように音が違うかっていうのと、あとスピードが違うとまた音が違う、その辺の音の違いを聞き比べてみたいと思います。まずは厚くて幅の、広いテープを折ることができるパワーのある機械の音がこちらです。こちらが NT という機械で、幅が100ミリ以上、厚みも3ミリ以上折れる当社で一番パワーのある機械です。音もこのように重量感がありますね。こちらがジャガードスといいまして、文字が飛び出せる機械になります。先ほどよりもスピードがちょっとある分、音が若干軽くなっております、ね。次も、NS といいまして、先ほどのジャガードのタイプと、ジャガードと同じタイプの機械なんですが、少しスピードをまた速くしてますので、音がまたもう一段軽くなってきます。さらにこちらは速度を、速めた、先ほどよりも 1.5 倍ぐらいの速度で落ちていると、このような形で全く音が変わってきます。でこちらは、小型の機械になるんですが、先ほどよりもまだスピードを上げて、折るということで、こんな感じで軽い音になっています。では最後にインバーターを使ってスピードを徐々に上げると、どんな風に音が変わるかを聞いてみたいと思います。はい、このように機械の大きさやスピードによって音の方はいろいろ違ってくるんですね。職人さんは普段からこの音に耳を傾けながら、機械の故障の早期発見に努めているんですね。それでは今日は機械の音の違いについて聞き比べをしてみました。今日も一日頑張りましょう。